はい、いつもの、まあ、サイトの方ね、見させてもらってますけども、今回はね、すごいタイトルですね。自殺した赤木俊夫さんの妻の指摘まで否定してしらを切る安倍総理。まあ、小泉元総理もね、しらじらしいと、バレてる嘘つきまくってとか言ってましたけども、でも、首相の答弁が改ざんの原因を証明する記憶が、これどういうことですかね。改ざんを証明する記録が出てきたんですかね。この男は一体どこまで冷血なのか。森友問題の決裁文書改ざんを強要され自殺された近畿財務局職員赤木俊夫さんが残した遺書と手記をめぐり、安倍首相が胸が痛むと言いながら麻生大臣の下で徹底的に調査し明らかにしたとして再調査を、拒否し続けている件だ。本当ひどい話ですよ、これは。ねえ、どう、よくここまでができるなと。要するに、再調査をすると、危ないんでしょうね。本当に。小川淳也さんじゃないですけども、内閣がひっくり返るんでしょう。よく小川淳也さんのね、言葉を私は引用しますけども、小川淳也さん結構ね、鋭い切り込みを、桜を見る会、森友問題に際してしてましたからね。しかも、安倍首相は19日の、参院総務委員会で改ざんのきっかけが2017年1月17日に安倍首相が国会で述べた、私や妻が関係したということになれば私は間違いなく総理大臣も国会議員も辞める、それははっきりと申し上げておきたいって言ってましたね、という答弁だったと指摘されると、改ざんのターニングポイントとなったのは2月17日の発言だったということは手記の中には書かれていないと反論した。確かに。しかしこの安倍首相の卑劣な態度に対して本日23日、赤木さんの妻が直筆の文書を公開。そこにはこう書かれてた。あ、こういうのがあったんですね。安倍首相は2017年2月17日の国会の発言で改ざんが始まる原因を作りました。これは誰もがそう思うでしょうね。麻生大臣は墓参に来てほしいと伝えたのに、国会で私の言葉をねじ曲げました。確かに。この二人は調査される側で、再調査しないと発言する立場ではないと思います。これね、ほんとその通りで、他の記事にもね、そういうこと書いてあったんですよ。安倍総理と麻生財務大臣っていうのは、調査される側なんですよね。いわゆる被疑者と言ってもいい立場なんですよ。まあ、ですので、この人たちが調査をするしないっていうことを決める立場ではないんですよね。改ざんの原因を作ったのは、安倍総理の発言であり、調査される立場だ。全くその通りとかしよう、言いようがないコメントだ。しかし信じたいがたいことに、安倍首相は今日の国会でさらに赤木さん夫妻を冒涜する、まあ、答弁を連発したと。まあ赤木さんの奥さんも鋭いですよね。まあ本当その通りですよね。本日行われた参院予算委員会ではこの赤木さんの妻によるコメントが取り上げられたのだったが、これを受けて答弁に立った安倍首相が繰り返し口にしたのはまたしてもこんな言葉だった。これちょっと読んでみましょう。私もね、怒りが込み上げるかもしれませんけどね。総理答弁が改ざんのターニングポイントになったというのは、この赤木さんの職員の手記に書いてあるのではないかということは改めて申し上げたい。安倍首相が改ざんのターニングポイントだということは手記にはない。手記を読まれたんですか。確かに手記の中には総理答弁が改ざんのターニングポイントとは書かれておらず、週刊文春の記事において改ざんの背景を説明する中でターニングポイントになったのは27日だと指摘されている。だが今回赤木さんの妻が直接、安倍首相は2017年2月17日の国会の発言で改ざんが始まる原因を作りましたと明確に言及したのだ。にもかかわらず安倍首相は本人の手記には書いていないという一点張りで赤木さんの妻の反論を真っ向から否定した。これね、私も見てましたね。これがね、よく言えたなと思いますよね。どうしたんでしょうね。人としての心がないんでしょうかというか、その人の心っていうのはこういうふうな裁判とかね、それからこういうふうな国会の中では、まあ、一生に付されるところがありますよね。これが究極までいった証拠主義なんですけども、ですけどね、今回の安倍総理のね、ちょっとつかみどころのないのは、証拠すら改ざんしたり隠滅したりね、廃棄したりとか、偽の証言を行ったりも徹底的なんですよ。で、人の心があったら嘘をついていいんだろうかとかね、表情出たりとか、なんか申し訳ないんで胸が痛む、本当にチクチクしたりして、もう食事も喉を取らないみたいなことになるんですけども、そんなんがないんでしょうね、きっとね。さすがに奥さんがもうそろそろ白状しましょうみたいなことを言うはずなのに、家帰っても分かんないですけども
安倍幸恵さんが今日うまくやったわね、うふふみたいなことをやってるのかもしれないですよ。もうちょっとね、そんなことはないと思うんですけども、どうなんですかね。これだけではない。週刊文春の記事の中で妻が語っていた、断るごとに大変なことをさせられた、内閣が吹っ飛ぶようなことを命じられた、最後は下っ端が責任を取らされる、僕は検察に狙われていると怯えていたという証言をもとに、日本共産党小池議員は安倍首相を追及した。佐川氏は何で虚偽答弁したのか、理財局は何のために文書改ざんをしたのか、総理あなたと昭恵夫人の国有地売買との関わりを、隠蔽すること以外に理由はないじゃないですか。誰が見たってそうですよ。だから赤木さんは内閣が吹っ飛ぶようなことを命じられたと怯えられたんじゃないですか。当然ですよね。それ以外理由ないですよね、どう考えても。しかしね、安倍総理はこの妻の証言をもとに言及しに対してもこんなことを言い出したと。内閣が吹っ飛ぶようなということは主義には書かれていない。それは今小池さんがクリエイティブに付け加えられたんだろうと。あら、赤木夫人の手記と赤木本人の、赤木さん本人のね、手記と、これは別々のもの。私が申し上げたのは、赤木氏の手記の中には私の発言がきっかけだという記述も、内閣が吹っ飛ぶという記述もない。それはしっかりと認識していただきたい。確かにないですけどもね。よくこれが言えますね。いやー、よく思いつくなと思いますよね。これ誰ですかね。安倍総理の発想じゃなくて官僚の原稿ですかね、この安倍総理好きの。いやー、すごい。まあ、赤木さんの苦悩を一番近くで感じ、そして生前の言葉を聞いてきた奥さんの証言を、安倍総理は赤木氏は手記に書いていないというだけではなく、まるで妻の証言が嘘であるかのような言いぶりで全て跳ねのけ、完全無視したという。すごいですね。やっぱりね、人はね、自分を守るために多少の嘘はつくと思うんですけども、いや、ここまでね、世界中の方がご覧いただいてると思うんですよ、一国の総理の発言を。私なんかがね、この嘘をつくレベルと違いますからね。私が嘘をついても近所の 2,3 人の人がね、あいつは嘘つきだって思うだけで済むんですよ。世界の誰も知りません。けど安倍総理がこれお話したことは未来永劫残ってしまいますよね、将来ですね。まあ例えばね、ちょっと適当じゃない例えかもしれませんけども、私たちは歴史の教科書でヒトラーとかね、ムッソリーニ、そういった方の発言を知ることができます。スターリンが何を言ったかも、なんかね、ある意味名言として残ってます。よく引用されることだと思うんですけども、安倍総理の言葉もこういった不名誉な引用を受けるんではないかなと思っちゃいますけどもね。まあぜひね、この本当のことを話して過酷な結果にばかりはならないと思うんですよ。やっぱこうあるべきだよね、時の権力者であってもやっぱ自分の心に正直であるべきだよねっていう風な、人類に対する本当お手本を残すことができると思うんですけどもね。それはそんなに、おかしなことにはならないと思うんですよ。確かにね、いろいろと罪は下るでしょうけども、名誉挽回できるわけじゃないですか。そしてね、やっぱ気持ちよくいつかね、一体化した内閣ってものができるんじゃないかなと思うんですけどもね。いや、これ、ね、自民党の方もなんか言ってほしいですよね。総理言い過ぎですよ、やり過ぎですよっていう風にならないんですかね。いやいや、今回もね、いろいろと私もちょっとね、言葉が詰まってしまって、あんまりいい動画じゃなくてすいません。まあ一旦以上です。すいません、失礼します。